ディエゴ・マリア・デ・ガルドキア・キ・アリキバルは、スペイン・ビルバオ出身の実業家、政治家、外交官。バスク人。アメリカ独立戦争の際に独立派のジョージ・ワシントンらに武器や弾薬を提供したことで知られる。父方の曽祖,祖父は、バスク地方のビスカヤにある、ララベツ出身であり、母方のヒーババは、ビスカヤの首都ビルバオの出身である。 父親のホセイグナシオでガルドキュは毛織物などの繊維業を営む実業家であり、母親はマリア・シモナでアリキバルである。1735年、ディエゴは8人兄弟の次男としてビルバオに生まれた。父親のホセフ・イグナシオは1736年にイギリスからタラを輸入する資格を取得。1750年にはホセイグナシオとディエゴの5歳上の2位。 ホセフ・ホワキンデ・ガルドキが共同でホセ・ガルドキエイホス社を設立している。ガルドキと交友があったジョージ・ワシントン・ディエゴは23歳でイギリスに渡り母方の叔父であるニコラス・デ・アリキバルの下で5年間にわたって貿易業の指導を受けた。その後、北、アメリカにあるイギリスの植民地との間の輸出入事業に従事し、 ディエゴの3歳年上で独立派のジョージ・ワシントンらと交流した。1765年以降には、ワシントンらに対して、米、砂糖、魚類、ココア、タバコ、毛布、医薬品、軍服、テント用、生地、火薬、武器などを提供している。ホセ・ガルド・ケイホス社は、アメリカ独立戦争中に、215門の同性化の法、砲、3万丁のマスケット銃、 3万丁の銃剣512,314発の銃弾30万のパウンズ・オブ・パウダー12,868個の手榴弾3万着の軍服4,000丁の軍用テントを独立派に対して提供した。また、フランス国王やスペイン国王からは密かに大量の軍事物資が独立派に流れていたが、 これらはディエゴが所有していた船舶などで輸送された。1765年12月6日には、アラバにある、ビートリアで、ブリヒダ・ホセファでオルエタ・イウリアルテと結婚した。アメリカ合衆国外務長官のジョン・ジェイコの、アメリカ独立戦争における功績から、1785年春には、初代中米スペイン大使に任命され、1789年まで、 ニューヨークで中米スペイン大使を務めた。1786年末にはアメリカ合衆国外務長官のジョン・ジェイとの間で、スペインはミシシッピ側の自由な航行券を放棄する代わりに、スペインとアメリカ合衆国は通商条約を締結するという、いわゆるジェインガル条約の交渉を行った。ジェイはこの条約の締結を支持したが、 アメリカ合衆国議会は条約に批准しなかった。1789年には、ジョージ・ワシントンのアメリカ合衆国初代大統領、就任式典にも出席し、ワシントンの演説を、雄弁かつ適切な演説と評した。ワシントンの大統領就任を祝福するために、ガルドキは、ブロードウェイにある邸宅の正面を装飾している。ガルドキは、ワシントンに対して、個人的に、 ミゲルデセルバンテスのドン・キホーテ全員四巻を送っている。この蔵書はワシントンの個人的な図書室に保管され、この図書室は2013年9月27日に博物館として開館した。独立宣言後しばらく、アメリカ合衆国議会と大統領はニューヨークを拠点としており、ガルドキの邸宅は各国を代表するカトリック教会の有力者による会合の場にもなった。 1785年10月5日には、ガルドキによって、高級的建造物としては、ニューヨーク発のカトリック教会である、セントペーターローマカトリック教会の礎石が敷かれた。バークレイ通りにある、この教会は1786年11月4日に、竣工した。1791年10月16日には病気の、ペドロロペスデレレーナに代わって、 暫定的なスペインの財務大臣に就任。1792年にレレーナが死去すると正式な財務大臣に就任し、1796年10月28日まで務めている。1795年から1798年には中イタリアスペイン大使を務め、1798年にトリノで死去した。バスク州ビスカヤ県ビルバオには、 ガルドキ通りがあるが、これは、ディエゴではなく弟のフランシスコ・ガルドキ数キ教を称いて名付けられたものである。チリのマウレ・シュータルカ県コンスティトゥシオンは、1794年6月28日に建設された際には、ヌエバ・ビル・バオデ・ガルドキという名称だったが、これは、ディエゴの功績を称えたものである。コンスティトゥシオンの住民は現在でもガルドキーの、ガルドキーナと呼ばれることがある。 アメリカ合衆国海軍が1898年の米西戦争時に使用した船舶にはガルド機器を叩いたアセスガルド機がある。1940年代の第二次世界大戦時に使用したタンカーにはやはりガルド機器を叩いたアセスガルド機がある。アメリカ合衆国建国200年の1977年にはアメリカ独立宣言が起草されたペンシルベニア州フィラデルフィアに ディエゴの銅像が設置された。銅像の制作はスペイン人彫刻家のルイス・サンギーノが手掛けている。この銅像は中心市街地であるローガンスクエア地区のローガンサークルに設置されている。ありがとうございます。